路上ミーティングの15回目かなの会場に来ております。今回は苗場正一の会場で開催しております。ただですね、あいにくなことに途中から雨が降って、ここまで晴れて雨の中のチャブ台となっております。ですが、このチャブ台ミーティングですね、ジンクスといたしまして、雨が降ると参加者が多くなるというジンクスがあって、雨ごときではやめられない状況になっております。今こんな感じです。雨の中、傘を差してしゃぶ台をしております。そして今日はなぜか中日新聞の方が取材に来て、はい、今みんな食い物を買いに行って若干少ないんですが、本当はもっと少年になってます。今日はですね、隣この後ろなんですけど、ね、IWGJ さんが何て言うかな、中継もしてくれてるんですが、苗場正一に出店をしてくれてテントを出しています。こんな感じです。こんにちは、エサチューブです。こんばんは。今日はIWGJさんは出店をされているということで、出店どうですか、出店してみて。やっぱりこの苗場正一という場所がとてもいいなと、ありがとうございます。ジャンダイミッチの配信で見てたので、はいはい、これは、ね、一体一遍やってみようと、はい、ですが出した途端雨なんですが、どうなんでしょうか。思いっきり雨が来ておりまして、いや、はい、自然は受け入れ上げる、まあ、なるほど、なるほど。そうです、なんか中継もしていただいて出店もしていただいて、雨というのはちょっと心苦しいんですけど、主催者としては、はい、ありがとうございます。もう手を楽しみましょう、はい、あ、ありがとうございます。なかなか今日はグッズもあるようで、 DVD なんか T シャツまであるじゃないですか。あ、売れますか。なかなか売れないんじゃないか。売れないですよね。あ、小島さん、小島さんどこ行ったんですか。どこ行ったんですか。いや、一番向こうで飲んでました。あ、飲んでた。飲んでちゃダメじゃないですか。ね、みんないないなとか言ってたみんな。あ、どうも間向きで。そうそう。大丈夫ですか。酔っ払ってますよ。酔っ払い乱入ですもん。はい、なんか売ってるんですか。そうですよ。買ってくださいよ、小島さん。T シャツ売ってるの。T シャツ売ってますよ。T シャツ S でいい。え、S なんですね。すみませんでした。早速 T シャツが売れてるので、はい、雨なんですけども、めげずにちゃぶ台やっております。そして相手の藤井さんも中継してくれてます。ありがたいことです。はい、ではまた後ほど。はい、エサマンです。実はチャブダイ路上人の、まあ、苗場正一第15回目なんですけども、ご覧の通り苗場正一はすでに終了しております。お店みんな撤収ですが、我らのチャブダイは未だに盛り上がっております。こんな感じです。IWJ さんもちゃんと配信してる。おっと、でですね、実は雨はまだ降っておりまして、みんな傘を差しながら未だにちゃぶ台をやっております。はい、6日の日のデモに、はいはい、このアーティストを一緒に参加してもらったらいいよねっていう話を。実現しそうなんですか。まだちょっと難しい。まあまあ、ただ、ね、してくれたらいい話だなとは思います。はい、ということを今話しています。あの、今度ですね、9月13日にアジアンマンハッタンというなんか阪神全国キャラバンのテーマソングを歌ってる人が来るそうなので、まあ、その日は金曜日ですけど、ちゃぶ台をお休みしてそっちに合流しようかなと思って、でその、まあ、なんていうか、代表をやってるというか中心で動いてる舞台さんもちゃぶ台の話をしようんですけども、まあ、10月3日ですね、TPP とか原発とかそういったことを訴えるデモをみんなでやりたいなという話になってるんですけども、まあ、その計画を今ちょっとやってます。今後チャブ台また来週もやりますが、そういった防御をみんなでする場にしていけたらなと思います。これは需要があるんでしょう。うわ今何の話で盛り上がってる。いや、今あのですね、今日はちょっと今日は苗場正一って TPP チャブ台だし、あとこのこれも宣伝しなきゃいけない。
あ、そうだ、そう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 、アジアマンハッタン、これね、これね、こういうのあるんですよ、9月13日、はい、あるんですよ、これね、あのぜひダンゴムシも来ますから来てください。しかし、今日ダンゴムシ的には鉄道ファンの方のお話を聞くというのが、鉄の話をしてた、はい、ずーっとしてましたね。ちょっと、まあ、こちらにおられる匿名の方がですね、はい、ずっと鉄道の話をもうチャブ台の意義などもうどこ吹かせと、まあ、ちょっと今日は自分的には鉄チャブ台でした。チャブ台は何話してもいいんでね、何でもいいんです。いや、さっきは中心部来てですね、そう、あ、そう、忘れてた、忘れてた、中心部もいましたね。で、今度取材されると、そうですね、ダンゴムシさんの話が乗っちゃうなんてね。本当はね、さっき言いづらかったですけど、自分はどちらかというとアウトローですので、多分新聞社の人はなんかそういうまともにやってきた人が就職できないとか、そういう話を、あ、最初から就職続きなんかない。いや、そういうわけじゃない。でも就職取ったじゃん。そういうわけじゃないです、ね、いやいや、今も仕事してますよ、まあまあ、でもどちらかというと自分はあんまり、まあアウトローだよね。そう、だからまあ就職できてもしょうがないかなって、しょうがないかな、なんで、あんまり今でもしかもスキンヘッドアウトローだもんね。そうね、まあ今日はちょっと長いけど、いつもなんかあの人は抗がん剤であなったんですかって言われる。まあ某友人が迷惑だとか言って帰ってきましてね。迷惑、まあちょっともう二度と行かないと思ってます。、まあ、というわけでチャブ台盛り上がってますね、はい、雨でしかも周囲みんな撤収しちゃったのよ。ほら、なんもないよ、もうなんもない。聞いてください、今日女子が自分一人でのはちょっと悲しい。雨だから仕方ないじゃん。雨だとなんで女子が来ないんだ。いや、いろいろ女子大変だから。ビアンの人も来ないし。最初いたよ、何人。でもちょっとそういう意味で寂しかった。雨降りそうになったからみんな帰った。あと年寄りも帰った。笹日郎ご一行様いたから。すぐ帰りましたね。それで、あの女子、今度ね、ちょっとチャブ台に鉄道マニアの人来てください。はぁ、なんで。ちょっと談合してきたいけど、じゃあ何、鉄チャブ台。何それ。じゃあ夏木と彼が来るときに鉄チャブ台やろ。まあそれでもいいけど、その方たちはすでに自分は接触してるので。じゃあ、だからあんたの欲望で話すんだよ。鉄チャブ台って言ったら鉄の人が楽しくなきゃダメだろ。ってことは鉄の人が、ね、何人かいないと鉄チャブ台ならんがや。いろんなジャンルの鉄の方。あなた N ゲージこうやって回してもらって。あ、いいね。金場で N ゲージ。N ゲージ。電源ありますか。あ、電源用意しましょうか。N ゲージで。あ、そういう鉄道、走る鉄道の件あるの。走るトラルが100何両ほどあります。そんなにあるの。これは地雷踏んだな。いや、でもやってもいいんじゃない。意味もなく鉄道の、ね、金山ちゃぶ台。面白いよね。でも私、仕事帰りだから基本大変なんだけど。まあ、そうだよね。そうだよ、まあ、そこまででかくなくてもいいけどさ。なんか NAGA で走ってます。まあそれはいいけど、はい、というわけで、まあ、雨だけど女子がいないけど、まあ、楽しいちゃぶ台です。そうですね。なんでちゃぶ台ってさ、雨の方が人来るの。なんか毎回そうじゃん。雨の方が参加率高いよね。あとみんな窓かって言って。あとなんか雨だと変に盛り上がりますよね。そうなんですよ。傘をびっしりさせて揺れながらこうキュッキュッと。今日タープないんだよ。みんな手持ちの傘みたいなもんでやって、そこまでして話してしたいのみたいなさ。毎回そうだ。何なんだろうな。IWJ も最後まで付き合ってるんですよ、ね。しかも IWJ さん参加してるし。一緒だって話してる。まあ、というわけで、あの鉄道マニアもどうもチャブ台。はい、わかりました、はい。じゃあお疲れ様です。はい、というわけでですね、鍋正一がもう遠の昔に終わってしまったんですが、チャブ台を終わる気配もなくまだ話をしております。毎回こんな感じです。はい、ではまた。